はい、では、16分布変形さんをやっていきます。で、一番には毎回違うんですけども、まず叩く位置です。まず見方ですね、不定音符がつくと 1.5 倍長くなります。なので四分音符の位置がだいたいこのくらいだとすると8分音符が半分です。で、16分音符はさらに半分になります。で、今回あるのが、まあ、これ休符も一緒なんですけども、不定8分音符になります。で、8分音符は16分音符2つ分の長さになります。で、これの 1.5 倍になりますので、まあ、3つ分ですね。3つ分音を伸ばしてくださいっていうふうになります。で、まずはここです。不転四分休符なので3つ分お休みして、4つ目で16分音符でここに叩きます。なので 1,2,3,4 の分、はい、まあ、おにぎりのB の位置ですね。で、こちらは、16分休符、ここをお休みして、で、ここを叩いて3つ分音を伸ばすので2の部分を叩きます。おにぎりやってる2の部分に当たります。では実践でちょっとやっていきます。テンポは80です。80はこの速さになります。で、手順に関しては、まあ、普通は右左に右左に行くので全部左手です。はい、左手になりまして、まず1番おにぎり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 、このタイミングが1番です。で、おにぎりおにぎりおにぎり、そうです。で、続いて2番2のタイミングです。おにぎり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 、こんな形で叩きます。